タイス・サファーミガはアメリカ合衆国の女優。7人兄弟姉妹の末っ子としてニュージャージー州ハンタードン郡ホワイトハウスステーションで生まれ育つ。両親は共にウクライナからの移民で父親はコンピュータシステムアナリスト、母親は学校の教師である。また姉は21歳年上でアカデミー助演女優賞候補にもなったことがある女優ベラ・ファーミガ。 ウクライナ語をほぐせる。アメリカ手話のクラスを3年間取って学んだ。もともと役者に全く関心を示さなかったが、姉ベラがこと細かに解き尽くした結果、2011年に公開されベラ・ファーミガが初めて監督を務めたドラマ映画、ハイヤーグラウンドでベラの16歳の頃の役柄を演じる。同映画での演技は2011年度、 三段ンンス映画祭で極めて高い評価を受けた。後に役者になることを決意する。アメリカ合衆国の放送局 FX のホラーテレビシリーズアメリカンホラーストーリーの第一シーズン呪いの館にビビアン・ハーモンの娘バイオレット・ハーモン役でレギュラー出演を果たす。また第三シーズン魔女団にも出演する。2013年公開。 ソフィア・コッポラ監督によるクライム映画ブリングリングでエマ・ワトソン、レスリーマンと共演した。2013年にスペインの映画祭で初上映され、翌年2014年に日米で公開された衛星サイコスリラー映画記憶探偵と鍵のかかった少女に主演した。最新作は資料館のシスター。ありがとうございます。